デジタルハリウッド大学のダンタンターと申します。で今回の卒業制作に作ったのはライトアウト育成ゲームで楽しく節電するアプリです。ライトアウトは育成ゲームで節電できるアプリで、スマートホームと接続することで、で節電するとポイントがもらえて、でそのポイントを使ってキャラクターと交換することができます。取得したキャラクターを、まあ、ポイントをまた使って育成することもできるので、まあ、いろいろ遊べるゲームアプリですね。デジハリ大学で授業を受けながら、自分がこの社会に、日本にでもベトナムにでも何を貢献できればいいんじゃないかなとずっと思ってて、グラフィックでこう物を伝えるっていうことを学ぶことができましたので、節電でプラスグラフィック でプラス自分が挑戦したい形で育成ゲームアプリっていうのを制作しました。個人的にアプリの一番大きな特徴としては、グラフィックにこだわっているところだと思います。アプリを使うのも楽しいし、でそのアプリを通じて節電するのも楽しいなというのは、アプリを使う人に感じてもらいたいなと思いました。節電すればするほど誰かに役に立つっていう思いを、このアプリを使う人にすごく感じてもらいたいなと思ってて、どれだけ小さなことでもその社会を変えられるんですよって、そういう意識を、あとこのアプリを使う人に伝えたいなと思いました。1年生からはずっと藤巻先生っていう先生のグラフィックデザインとタイポグラフィーの授業を受けてたんですけれども、で3年生はそのまま普天先生の、グラフィックコミュニケーションのゼミに入って、私のゼミがその最後のゼミだよって言われてて、本当にその時は結構衝撃を受けましたね。藤巻ゼミっていうのはずっと15年間続けてたゼミだったので、一番いい形でこのゼミを終わらせたい。藤巻ゼミが亡くなっても先生の素晴らしさとか、あと藤巻ゼミの意思を後輩たちに伝えたいなと思いました。